はい、本日は昭和51年の中日ドラゴンズの投手陣を、ね、振り返っていきたいと思います。まあ、分業制というのがありまして、抑えの鈴木隆正投手が26セーブを挙げたということで、チーム完投数は13と少ないわけなんですが、これはですね、12球団最小の数字になるわけで、まあ、12球団トップの、ね、阪急ブレーブスはなんと70完投です。そしてですね、阪急の山田久志投手は1人で、ね、23完投してますから、ね、いかに少ない数字というのがね、わかるのではないですかね。また同じくね、分業制を引いておりました阪神タイガース山本アニアがね、まあ、抑えで活躍した阪神タイガースでもね、まあ、24完投ということなんでね、やはりね、13という数字はね、当時のね、昭和の時代からしてればね、かなりね、少ない数字と言えるのではないですかね。中日抑えで活躍いたしましたのがこちらの鈴木隆正投手なんですけれどもね、まあ、当時のこれ映像を見てもお分かりいただけるようにね、ストレート速いですよね。なんかクッと伸びてくるストレートっていうのは、これちょっと振り遅れてっていう感じでね、そしてね、抑えだけでなくね、プロ初完投勝利も挙げているように、リリーフだけでなくね、この年はね、3試合に先発1完投勝利ということでね、148回と3分の1イニング投げてね、まあ、抑えと言いながらね、規定投球回にもね、達成するわけなんですよね。まあ、当時の抑えというのはですね、まあ、2イニング3イニング投げるのは当たり前の時代、そしてね、先発もするわけですからね、それはまあね、規定投球回にも達するわけですよね。そして60試合に登板して7勝8敗、26セーブ、防御率 2.98 という成績でセーブを、そしてね、規定投球回にも達したということで、最優秀防御率の、ね、タイトルもね、獲得されてるんですよ。昭和49年からね、セーブのね、制度は制定されたわけなんですが、まあね、20セーブにね、初めて到達したのがね、まあ、前年ね、21セーブを上げているわけでね、鈴木隆正投手がね、最初のピッチャーだったんですよ。そしてね、この分業制というのはね、やはりね、このね、近藤コーチのね、まあ、影響というのがあったんじゃないかなと思うわけなんですよね。まあ、先発中継ぎ抑えっていう感じで、まあ、ざっくり分けたっていう感じですよね、当時は。今みたいにね、まあ、抑えも1イニング限定とかいうわけじゃないんでね、結構ね、この頃からのね、あと出てきたね、昭和の抑え投手というのはね、ちょっとね、活躍する期間が短かった、そんな感じもね、あったし、まあ、鈴木隆正投手もね、まあ、後にね、交渉でね、先発にね、転向していますからね。そしてね、当時の中日のエースはやはり星野選手投手、入団6年目となりますね。昭和49年にはね、15勝9敗10セーブの成績を上げましてね、この10セーブというのはですね、この年からね、制定されたセーブ、まあ、先ほどもね、申しましたけれども、まあね、10セーブなんですけれども、初代セーブ王に、ね、なったわけなんですよね。そしてですね、この年はこちらですよね、中日ドラゴンズね、優勝にもね、貢献された、これ、ね、ちょっとね、古い映像になるわけなんですよ。そしてですね、星野選手投手、通算成績は500試合登板の146勝というね、ピッチャーなわけなんですよね。そしてですね、先ほどの昭和49年にはね、沢村賞も受賞されております。そして昭和51年と言いますとね、20試合に登板、全て先発、まあ、先発専任という形で6完投3完封132回と3分の2イニング数を投げまして、10勝6敗 3.92 という成績で、ね、まあ、ちょっとね、8月からね、ちょっとぐらいからね、まあ、離脱をね、したということで、ね、成績が伸びなかったわけなんですがね、まあ、これはね、ちょっとね、中日もとってもね、痛かったんじゃないかと言えるんですよね。まあ、しかしながらね、翌年はキャリアハイのね、18勝をマークされております。そして左の松本幸綱投手もですね、昭和49年にはね、こちらありますように20勝をマークするわけなんですよね。まあね、当然最多勝、そして、ね、ドラゴンズのね、優勝にも貢献。そのね、昭和51年は42試合に登板、36試合に先発、4完投223回と3分の1イニング数を投げまして、15勝15敗 3.96 という成績で、5年連続の、ね、2桁勝利をマークするわけですがね、まあ、15勝して、ね、15敗というのは、ね、なかなか今ではちょっと考えられないような数字ですよね。まあ、ね、ちぎってはないけどね、テンポの速いのがね、こう印象に残っているピッチャーですよね。そしてですね、まだまだちょっと昭和49年でね、51年と言いながら、お前古い映像ばっかなんかと言われるところはあるかもしれませんがね、これね、長嶋茂雄さんのね、最終打席に登板したのがですね、こちら佐藤正夫投手、サウスポー変則ですよね。これね、まあ、いろいろな球団を渡り歩いた中で、中日ドラゴンズ時代のピッチングなんですがね、緊張からね、その投げたんでね、ちょっとね、ストレートがね、落ちちゃったみたいでね、ダブルプレーになってしまったわけなんですよ。そのね、佐藤正夫投手もね、50試合に登板、3試合先発、80回を、ね、投げまして1勝5敗 3.71 と、ね、貴重な、ね、左として、ね、活躍したわけなんですよ。そして先発陣の、ね、一角を担ったのが三沢淳投手で、
こちらね、昭和57年のね、まあ、西武との日本シリーズの様子というのは、まあ、6年後の今度は、ね、映像になっちゃうわけなんですけれどもね、このアンダースローのピッチャーの三沢投手ですよね、まあ、シュートを武器にね、内野ゴロにね、打ち取るというね、そういうね、タイプのね、ピッチャーだったわけなんですよね。中日でもね、13年間活躍いたしましてね、なんと2桁勝利はね、5回マークね、されております。その三沢投手はですね、昭和51年には43試合に登板、33試合にね先発いたしまして、1完投1完封、176回と3分の2イニング総投げまして、9勝12敗、1セーブ、防御率 5.34 という成績なんですよね。まあちょっと巻き越してるということもありましてね、防御率ね、ちょっと悪いですよね。そしてですね、三沢投手同様ね、アンダースローといえばこの方。そう1年目からね、この1軍ね、デビューしたわけなんですよね。ここはね、ちょっと残念ながらね、赤鬼ブリーデン選手に、ね、一発を食らっておりますがね、青鉛筆ことね、青山投手なわけなんですがね、高卒1年目にしてね、24試合に登板いたしましてね、そのうちね、12試合が先発というわけなんですがね、まあ、178センチ、60キロと細身の体、2勝7敗、6.30 という、ね、成績に、ね、終わってしまうわけなんですが、まあ、翌年はですね、44試合に登板、6勝4敗、2セーブ、4.23 と ね、まあ、ね、プロ2年目にしてね、キャリアハイの、ね、成績を残されるんです。昭和47年にはね、20勝を挙げました稲葉光雄投手、この年は32試合に登板、10試合に先発、81回を投げましてね、3勝7敗、5.78 という、ね、成績に終わってしまうわけなんですがね、まあね、翌年ね、トレードで移籍しました阪急ではね、見事復活の17勝、そこからね、3年連続2桁勝利ですからね、まあ、ちょっとね、環境を変えるというのもね、なかなかね、もともと力のある選手にとってはね、いいのかもしれないですよね。そしてこちらがね、1軍登録ね、中日ドラゴンズね、16人のね、メンバーですよね。まあ、この中にはですね、後にね、活躍されましたね、あの野上投手なんかもね、いらっしゃいますね。投手陣でチーム防御率はね、セ・リーグね、最下位のね、4.50 という数字なんでね、ちょっと投手陣はね、鈴木孝松投手はね、ちょっと奮闘したというところはあるかもしれませんけどね、ちょっと苦しい1年と言えるのではないですかね。じゃあ打線の援護はどうだったかと言いますとね、マーチンは40本塁打104打点、矢沢選手は激しい首位打者争いでね、3割5分5厘で首位打者を獲得、下位ではね、島谷選手も21本塁打、木俣選手もですね、まあ、強打のキャッチャーということで3割2厘14本塁打、高木森光選手も17本塁打、谷木選手も2割8分5厘、そしてね、田尾選手は新人王とね、まあね、結構ね、いい感じのね、まあ、顔ぶれ、そしてね、成績なわけなんですが、ね、得点がですね、まあね、リーグ4位に終わったということもありまして、ちょっとね、弱い投手陣を支えることなくね、今年はね、4位に終わってしまったんですよね。鈴木孝松投手はね、まあ、奮闘いたしましたが、ね、もう少しね、先発陣がね、強力だったら、まあ、星野投手がね、離脱しなければというところもあるわけなんですが、ね、そうすればね、もっとね、上位も狙えた、そんな感じのね、昭和51年ではないですかね。本日は昭和51年、中日ドラゴンズ投手陣をね、考察いたしました。最後までご視聴していただきまして、ありがとうございます。では。